はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、クリクラがね、僕実はだけど、まあ考えられないかもしんないけど、みんな的に考えられないかもしんないけど、俺実はグラブルの課金を控えてた時期があったんですよ。はい、実は控えてた時期があった。で、そこに一つきっかけがあった。今最近全然控えてないんだけど、きっかけがあって、それがクリクラだったんよ。ちょっとクリクラに3万円入れて出なかったんですよ。ちょっと前に、昔ね、もう1年前かな、1年前ぐらいにクリクラが出た時に3万円入れて出なくて、っていう、まあコルワの時もちょっとなんか萎えたんだけど、クラリスの時でもうそこでもうバカーンと折れちゃって、ちょっと課金を控えてた時期があったんですけれども、再チャレンジいっときますか、ということでやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まあ今回はね、まあ、昔3万円入れた時はちょっとこうやりすぎ感があったんで、俺の中でやりすぎ感があったんで、今回はモバコイン1万円、プラス、まあ、他の、残りの、まあ、なんかこう、10連チケットとか、そこら辺の方を使って、クリクラ狙っていきたいと思います。もう他のやつはいい。俺が狙うのはクリクラだけ。まあ、ちょっとアルルメイヤも可愛いから欲しいんだけど、まあ、ちょっとね、そういうところを目指して回していきたいというふうに思います。まあ、今回 SSR ピックされてるのがクリクラ、アルルメイヤとですね、まあ、両方、まあ、可愛いんで、まあ、僕的にどっちも当たれば嬉しいけど、でも、メインはクリクラ回していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまずは90円。いや皆さん、クリスマスクラリスも俺の愛に応えてくれたんだね。長かったね、やっと会えるんだね。クリクラに90円の女に3万円で出なかったお高い女から90円の女に成り下がってくれたんだね。ありがとうございます。いただきます。やったー、死んでるー、お前死んじまったのかよ、クラリスー、お前白骨化してんじゃねえかよ。じゃあ残り9枚いきます。スケルトン。ちょっと待って、死体しか出てこねえ。ちょっと待って、死体しか出てこないんだけど、あのさ、死体ちょっとやめてくれる、そういうのやめて、マジでやめてくれ、頼む。お、また来た。いや、お前肉付き良くなってしまったのか、さっきのリッチから。リッチかっこクラリスから肉付きが良くなって俺の元に出てきてくれたのか、ありがとな。本当のお前をここで見られるなんて幸せだよクラリス、一緒に幸せになろうな。出ませんでしたね。出ませんでした。いや、ただ、まあ、ここからですよ。ここから。じゃあ、まずは、10連チケットの方、行っていきたいと思います。まあ、ここからが本番と言っても過言ではない。まあ、なかなかちょっとやべえ感じの始まりだったけど、ここからと言っても過言ではない。行きます。クリクラ、来い。これ来なさそう。頼む。20連目これでとりあえずモバコインのやつは最後、そろそろ来い、クリクラ来い、クリクラ来い、来い、30連、ブワー、苦しい、クソ、なんでこんなクリクラ来ないの、俺のこと嫌いなの、俺のこと好きだよねクリクラ、俺たち両思いじゃんか、両思いじゃんかよー、ボワー、お前には死体がお似合いだって言われました。ということで、僕のクリスマス復刻ガチャでした。グラジー。